パーク2022の施策である SS4C。 50店舗というチャレンジングな改装を見事に成し遂げたプロジェクトの奇跡とは。プロジェクトの概要としましては、既存店50店舗で改装を行うという内容になってまして、今まで50店舗もの店舗でですね、改装をやったっていう経験がなかったんで、非常にチャレンジングな目標でした。もともと決められている、そのスコープと呼んでいるものを、遵守しながら、そのお店にとってどのようなベストな状態まで持っていくか、きれいにしていくか、よりお客様に喜んでいただける空間を作れるかどうかという部分に、お店に落とし込んでいくという部分を頑張ってまいりました。ゼロベースからいろいろ考えていくというところも多かったというところもあったんですね。で、重機の使用をどういうふうにしていくかですとか、新しくレイアウト、商品をきちんと見せていくような重機を開発していくにはどうしたらいいかですとか、一旦19年は後半予定していた改装を止めまして、新しい改装 の戦略の立案期間に当てまして、新しいその改装の在り方だったり、改装を通じて何を実現しようというところを考えて、で20年の1月からどんどん加速させていきました。戦略立案期間を終え、改装を加速させた矢先に、コロナの影響をリモデルチームも受けまして、本部の方に出社できないような状態が、急遽始まりまして、その前までは会社内でいろいろと常にコミュニケーションが取れる状態ではあったんですけれども、そこからテレワークになりまして、コミュニケーションがなかなか難しい部分はありました。店舗を訪問して、着地の状況ですとか、店舗の方々と直接のコミュニケーションというところが、通常今までコロナの前の改装に比べると苦労したところになりますね。コロナ禍の中、さまざまな困難を乗り越え、50店舗の改装プロジェクトを成功に導いた要因とは。コロナに負けず、そのお店を良くしようっていうそのゴールはですね、みんな持ち続けてくれて、私もそれはチームのメンバーに随時ですね、メッセージとして出していたので、その目標に向かって、着実にこう歩んでくれたっていうのが、無事できた一番 の成功要因だと思います。で、我々建設だけではなく、他のメンバーも皆さんすごく不安になっている部分はあったんですけども、とにかく不安な気持ちのままでいても何も始まらないので、皆さんで、この階層の形はこの階層の形、これその形はその形というふうな形で、設計のチームであったり商品部の方々であったり建設の人間であったりというもので、みんなでチームワークよく作り上げていったというふうな部分はありました。お互いに忌憚なく意見をぶつけ合いながら、同じファンクションではないんですけれども、それぞれのファンクションが一つのチームとして作り上げていくっていう、そこがやりがいのあるところなのかなというふうに思います。改装を終え、リニューアルした店舗の店長は語る。本当にいいお店を作っていただいて、いい売り場を作っていただいて、お店に、自分の働く場所にアソシエイトからすると本当に自信を持てた、誇りに思える、ただ単にこう重機が新しくなったとか機械が変わったとかだけではなくて、でもお客様にこういうふうなものを提供したい、約束したいっていうところが明確になってるんで、アソシエイトの期待だとかがこう気持ちが乗ってる分、お店全体が雰囲気がもう明るくなってるんで、そんなこともお客さんも多分感じてらっしゃって、全体的な相乗効果としてお店が良くなったっていうところが一番誇りですね。これからもどん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 お客様の満足度だったり、働いているアソシエイトの満足度を上げていけるように、我々として頑張っていければと。なので一緒に頑張りましょうと思います。
改装を着地させたことにより、お客様への快適な買い物環境の提供、アソシエートの労働環境の改善、そして店舗の売上アップを成し遂げることができた。プロジェクト成功の要因、それは自分自身の使命を理解し、迅速に業務を遂行することであった。